母さん。寒くない？ジャド。うん、平気だよ。おいしい？うん、お母さんは食べないの？いいのよ、お母さんは大人だから。この辺に魔族を連れた女がいるはずだ。殺すんだ。いつも俺のことを守っていた魔族である俺を拾ったばかりに自分と同じ人間に追い回され、そして愚かな人だ、あなたは最後まで俺を息子と呼んだ。愚かな。当たったぞ。よし、続け。うわうわはやはり滅びるべきは人間。そう、これはリトルスノーが言っていた邪道の念。何この感情。憎しみと悲しみ、寂しさが混じり合って、これは私と同じ魂。そんな。いよいよだ、魔族との最終戦争が今始まる。ジホ、お前はその甘さから大魔王の娘を殺さずに帰った。今回は。分かっているさ、ラーディ。殺していると助かった人もいた。滅びぬ国があった。大魔王ジャネスを倒したのに、結局平和は来なかった。今度こそ魔族を根絶やしにしなければ。失われた人々の笑顔、私たちが取り戻してみせる。破れ散った者の涙、決して無駄にはしない。この世界に魔族は不要だ。義軍イプシロイアを名乗る一団が国境を越え兵を展開させております。敵将の名はラーディ。すでに君主を失った人間の兵士を集め軍を組織した模様です。俺たちが今まで倒してきた奴らの生き残りもいるんだろうな。やっぱり僕たちとの戦争で国をなくした者、過去の魔族との戦いで故郷を失った者、彼らは魔族への深い怒りでつながっている。嫌だね、どうも。魔王軍だ、来たぞ。まずい、完全に切れちまってる。早く止めないと。逃げ切れない。音速を超えた疾風の刃、消せ。やっとだが、偉大なる癒しの女神、今一度我らに戦う力を。女神降臨。上官、
様の仇だ。死ね。それでよいのだ、ヒロ。勝負はもうついてる。いい加減にしないか、姫さん。あんたの相手はこんなやつじゃないだろう。お前の継いだ父の意志とはこの程度のものだったのか。思い出せ、父の意志を。倒すべき敵を。私の倒すべき敵、邪道。ヒロ、なぜ人間への憎しみを消し去ろうとする。人間を一人ずつ殺していけばよいだけのこと。そうだろ。違う、そうじゃない。見ろこの世界を。欲望を満たすことのみに生きるおぞましき人間の姿。奴らはこの世のダニだ。滅んで当然の生き物だ。違う、そうじゃない。確かに欲深い奴もいる。しかし優しい奴もいる。誠実な奴もいる。お父様と姉様は守ろうとしてきたんだ。人間の欲望を抑えながら世界と人間が共存できるように、人間たちを他の種族と分け隔てなく守ってきた。私は父様の意志を継ぐ。たとえ魔王と呼ばれようとも。邪道、人間を滅ぼそうとするお前には負けられない。魔族のくせに人間に尻尾振りやがって。人間は敵だろうが。弱き混沌の残念。貴様らの怠惰な命、それこそが刻印。ガイツシトローン。他の種族や生き物を犠牲にするのもためらわない。人間はこの星に寄生したダニだ。違う、人間の中にも信頼できる仲間はいる。負けてたまるか。魔族を迫害し好き勝手に侵略を繰り返す人間に、俺が魔族というだけで追い回し、大切な人を殺してきた人間に、俺は負けるわけにはいかない。もういい、ジャド、お前の負けだ。俺は負けるわけにはいかない。絶対に奴らを倒せるチャンスは今しかないんだ。いいだろう、ヒロ。私と今ここで決着をつけよう。ジャド、ヒロがジャドとここで決着をつけるかどうか、歴史はこの判断で大きく変わっていく。